あなたは飲酒についてどのようなイメージを持っているでしょうか。お酒を飲めない体質の方からすれば、大体こんな感じではないでしょうか。そのすべては、間違えたお酒との付き合い方をしている一部の悪い見本です。そこで今回は、お酒が体に与えるいい影響についてお話ししていきたいと思います。次に挙げるグラフは、飲酒と死亡率の相関性を示すグラフです。グラフを見ながら、解説を進めていきたいと思います。この縦軸が意味するものは、全死亡率です。そして横軸を、飲酒量としています。中央に走るこのラインを1として、下に行くほどリスクが低下することを意味しています。全死亡率とは、病気だけでなく、事故や事件も含むすべての死亡率のことです。全く飲まない人を1として、飲酒量ごとの相対的な死亡率をグラフにしています。では、お酒を全く飲まない人と、アルコールを飲む人の全死亡率が重なる、このポイントは、一体どの程度の飲酒量から重なるのでしょうか。次のグラフでもう少し詳しく見てみましょう。ご覧のように、男女とも下回っている地点は、1日平均19グラムのポイントです。男性の場合は、ややそれよりも多い傾向にありますが、それでも34グラムあたりが境界線と言えるでしょう。ただし、アルコールの分解能力には個人差があり、そのすべてを含めた平均値としているので、安全なマージンを考えれば、分解能力がある人でもこれをセーフティーラインだと思った方が良いのではないでしょうか。あと、アルコール量をグラムに換算する計算方式がわからない方のために、計算式と、その例をここに挙げていきたいと思います。日本では時々、女性の方がアルコールが強いと言われることがありますが、これは間違えた情報です。一般的に、女性は男性に比べて、アルコールの代謝が遅いとされています。その理由は、肝臓が小さく、体重も少ない上、酵素活性も弱いためです。さらに、女性ホルモンがアルコールの代謝を抑制することもあり、男性よりも少量のアルコールで、または短期間で、アルコール依存症や肝障害が進展しやすい危険性があります。例えば、男性の場合、3合以上のお酒を15年飲み続けると、アルコール性肝硬変になりやすいと言われていますが、女性はその半分の年数とも言われています。ここで一度、世界で使用されるアルコール症スクリーニングテストというものをしてみましょう。たった10の質問に答えるだけで、依存度や将来の危険性がわかります。
お酒が体にいいと聞いて喜んでいた方には、少々残念に思った方がいるのかもしれません。お酒が好きな方には、この量が少なく感じ、がっかりした方もいるのではないでしょうか。でも、それはちょっと違います。楽しい飲酒ライフを長く楽しむコツは、健康を最優先にすることです。健康面を考えた場合、アルコールはあなたの栄養を満たす存在ではありません。そんなあなたに、アルコールを適量で楽しむためのコツについて続いてお話ししましょう。アルコールが好きな方は、ついアルコールファーストになりがちです。お酒は、あなたの食事をより楽しむための名脇役だと考えてください。でも、その脇役が、主役と共に光る存在にもなりうる。それがマリアージュというものです。料理については次回のナチュラルフードオンライン講座で取り上げるとして、ここでは、どのような食材がアルコールと仲が良いのかを見ていきましょう。お酒を楽しむためには食べることが必須です。アルコールを飲むときは一緒に何かを食べると胃の粘膜の上に層が作られアルコールによって胃が荒らされることを減少しアルコールの吸収がゆっくり進んでいきます。つまりアルコール吸収のペースを抑えることができるのならば悪酔いをせずにアルコールを楽しめるということにつながります。アルコールを飲んでいる間は、アルコールによって体内のビタミンやミネラルは失われがちになります。それを補うために、野菜類などの植物性食品や、胃の粘膜を保護する効果が上がる、脂肪分が多く含まれるチーズや、塩分控えめで食物繊維を多く含んだ食べ物、アルコールを分解する肝臓の活動を促すための良質なタンパク質が、豊富な食べ物を摂取することがおすすめになります。